ハイパースパルクはコードネームピナクルと呼ばれサイプレスセミコンダクターグループのロステクノロジー社が開発したスパルクバージョン8命令セットアーキテクチャを実装したマイクロプロセッサハイパースパルクは1993年に市場投入され3マイクロシステムズのスーパースパルクと競合した。マイクロアーキテクトはラジバゲスナだった。ハイパースパルクは 1990年代半ばの3マイクロシステムズ社の主要な競合製品の一つだった。富士通がサイプレス社からロス社を買収したとき、ハイパースパルクは富士通の子会社である HAL コンピュータシステム社が開発したスパルク64よりも重要な存在になると考えられ、アナリストにもこの考え方が共有された。 ロス社のハイパースパルク 2CPU の大写真、ハイパースパルクは、双方向のスーパースカラーマイクロプロセッサだった。整数ユニット、不動小数点ユニット、ロード、ストアユニット、ブランチユニットの4つの実行ユニットがあった。ハイパースパルクには、本来の8キロバイト命令キャッシュがあり、そこからサイクルごとに2つの命令がフェッチされ、デコードされる。デコーダは、 以前にデコードした命令が実行ユニットに発行されていなければ、新しい命令をデコードできなかった。整数レジスタファイルには136個のレジスタが含まれ、スパルクイサで定義された機能である8個のレジスタウィンドウを提供する。読み取りポートは2つある。整数ユニットには4ステージのパイプラインがあり、そのうち2ステージが追加されたため、 パイプラインはすべての非不動小数点パイプラインと等しくなる。整数の乗算と除算、スパルクアーキテクチャの V8 バージョンで追加された命令は、それぞれ18サイクルと37サイクルの0点子を持ち、完了するまでパイプラインを停止させた。このマイクロプロセッサは、M バスシステム上でのマルチプロセッシングをサポートしていた。 ハイパースパルクは120万個のトランジスタで構成されている。サイプレス社が0.65メートル2層金属 CMOS プロセスで製造した。ハイパースパルクの後継では新機能によりトランジスタが増えたため新しいプロセスに移植された。NEC が製造した最後の工程を除いては富士通が製造を行った。ハイパースパルクはマルチチップデザインであった。 これはピングリッドアレイを備えたセラミック製のマルチチップモジュールにパッケージ化されていた。ハイパースパルクは1992年7月下旬に導入されたサイプレススパルクセットチップセットを使用していた。これはカリフォルニア州サンタクララの新興企業であるニンパステクノロジーズインクがサイプレス社のために設計したものだった。スパルクセットは 他のスパルクマイクロプロセッサとも互換性があった。ありがとうございます。